え、相談だって真面目に受けるわ。一つ目は社会人になってから現在まで金額はいないですが親に仕送りをしていますが受け取ってくれません。どうしたらいいのでしょう。まあなんか多分親御さんからしたらなんか自分のために使ってくれる自分の息子が幸せなのが一番の親孝行だなって思うんじゃないかな。2つ目は冬のボーナスで親に何か買ってあげたいのですが何がいいでしょう。去年は冷蔵庫を買いました。なるべく両親の使うものにしたいです。え、ドライヤーとかどう。いいドライヤーマジで嬉しいよ。ちなみにダイソンのドライヤーにしよう。え、マジでいいよ。てかさ、めっちゃいい子やん。君みたいな人を産みたい。産むわ。君のこと産む。いいなぁ、親孝行し、どういう育ち方よ。すごいよ。それは親御さんも、親御さんの育て方も良かったんだね。いや、素敵だと思いますよ。あとは、なんか、仕送りしてるって言ってたけど、多分仕送りも嬉しいけど、一日でもいいから、顔を出してあげるのがいいかもね。今多分一人暮らししてんのかな。だって人生を例えばさ残り80歳まで生きるとして今の親御さんが多分55歳とかだったとしたら毎年1年に1回帰ってたとしてもあと25回しか会えないわけじゃないですか。そうだからなるべく多く顔を出してあげるのが大事かなって忘れはもうね。そうだよ、年一でちゃんと帰ってもあと25回しか会えないんだよって思ったらなるべく帰ろうって思えるかなと思いますのでね。はい、帰ってあげてくださいね。そう、電話だけでもね絶対嬉しいし、